ガルディミムスは、白亜気候期に、現在のモンゴルに生息した規定的な、オルニトミモサウルス類の獣脚類恐竜の属の、一つである。1981年に、ソ連モンゴル共同語尾砂漠調査隊により、ウムネ語尾県の陪身ツァフで、獣脚類の骨格が発見された。同年、この標本は、リンチェン・バルスボルドによりタイプ種ガルディミマス・ブレベプス、として命名された。 俗名は、モンゴルの仏教神話の生物、ガルダと、ラテン語で、真似物を意味するミマスを組み合わせたものである。種商名は、ラテン語で、短いを意味するブレビスと、足を意味するペスから派生したもので、中足骨が短いことについて言及したものである。ホロタイプ標本人1 13は、バインシレソ層の上部白亜系の体積岩から、発掘された。 この地層の清掃は不明であるが、セノマンキからカンパニアキの可能性が高い。この標本は、かなり完全で、関節した骨格であり、頭骨が含まれるが、肩体、獅子と王の先端を描き、亜生体のものである。かつて、フィリップ・カリーによりアーケオルニトミムスの標本の一部が、ガルディミムスのものであると主張されたことがあるものの、現在ではこの標本がガルディミムスの唯一の標本と、 見なされている。この標本は2004年と2005年の小林、海次による研究で初めて詳細な記載が行われた。ガルディミムスは、やや小型のオルニトミモサウルス類である。2010年のグレゴリー・ポールによる推定では、体長2.5メートル、体重30キログラムと推定されている。大腿骨の長さは371ミリメートルである。初期のオルニトミモサウルス類であり、 より派生的なオルニトミムスカほど高速に走ることに適応していない。比較的脚部が短く、足が重厚で、電部では腸骨は短く、多くのオルニトミムスカほど、脚部の近形が発達していなかったようだ。他のオルニトミムスカでは、第1、第5種がなく、3本の跡を持つのに対して、ガルディミムスは4本の跡と第1子の痕跡を持つ。頭部では、顎は、 とてもまっすぐで歯がなく、噴部の先端は他のオルニトミモサウルス類に比べて丸く、目が大きかった。以前はこの原始的なオルニトミモサウルス類には眼下の前の頭骨の頂部に涙骨の角があると考えられていた。しかし、最近の研究ではこの角は単に尾骨の端がずれて後ろを向いたものだと示されている。ガルディミムスに関する他の以前の間違いは、 トーマス・ホルツが指摘したように足が不正確に復元されており、実際にはアークトメタターサルで第三、中足骨の上部が中足骨の前面に出ておらず、同じ状態にあるティラノサウルス化との強い関連性を証明している。しかし、小林はこの点に関してバルスボルドの最初の記載が正しく、アークトメタターサルではなかったと結論している。当初、 ガルディミムスはバルスボルドにより1981年に独自のガルディミムス化に分類されていたが、長らく詳細の不明であったデーノケールスの調査の進展によって両者は分岐学的にかなり近い距離にいることがわかり、2014年にイオンナムによってデーノケールスを模式属としたデーノケールス化に再分類された。ガルディミムスは雑食性であった可能性がある。 ガルディミムスと原生の鳥類や、爬虫類との胸膜林の比較から周皮行政つまり、短い間隔で終日活動したと示唆される。ありがとうございます。